この例題は電電流系電圧のの内部抵抗の測定にに対すするる影響を考察する問題になります。まずおよそのイメージをつかんでほしいんですけれどもここにですねこいつに電源を使って電流を流し電源のエネルギーの一部を消費させるんですね。でこいつの対時間あたりの消費電力それは電流と電圧の積。 IV で与えられれますすよねこれを機械でで測りたいんですねそこで i を電流計それから v を電圧計で測ってその測定値の積でこの消費電力を測ろうということを考えるんだけれども、まあ、内部抵抗がですね理想的でない場合にはそれが影響してしまうその影響を考える問題なんですね。でまずこの a の方はですねこのような接続をして電圧電流を測ろうと。 仮に電圧計の読み値が VA 電流計の読み値が IA だとしてこの積でこの消費電力を測ろうとしてるんですがこれは問題がありますね。まずは、は確かに電電圧圧ここの電圧を正しく測っていると。ところが電流計がですねここに流れる電流を正しく測定をしてくれていないんですね。 この電流計はですねこの抵抗体と電圧計の中に流れる電流の合計を測ってしまっているんですいいですか i に誤差が含まれるので IaVa は正しい値を与えないということです一方電圧計の位置をちょっと変えてこのように接続したらどうかとでこの時の電圧計の読み値 Vb 電流計の読み値 ib だとしますねでこの積で消費電力としたいんですがこれはこれで問題ですよね こちらの場合、電流計はですね、ここに流れる電流を正しく測っていますが、電圧計の読み値がですね、この電圧ではないんだよね。えー、この抵抗体と電流計の両方の電圧の合計を測ってしまっている。だから VB に誤差があるわけだ。まあ、したがって消費電力 IBVB も誤差を含んでいるということになります。このように、いずれの接続をしたとしても、えー、電流計電圧計の内部抵抗の影響で、 正しいいですね結果は得られないとつまり誤差を含むわけですねで誤差を含ものはしょうがないとしてよりこの消費電力の測定に向いている接続形態は A なのか B なのかというのをこれから考えています。実はですね A がいい B がいいと確定するわけではなくてこれはケースバイケースであるということが分かってきます。でやり方なんですけれどもちょっと特殊な感じを受ける子がいると思います。 そこで提案としてはまずはやり方をですねちょっとこれ丸ごと覚えておいてほしいんですねで少し慣れてきたらですねなぜこんなことをしたのかなということを考えてみるようにしてくださいまずはね、えー、いつもの作業をしていきますがちょっと形がいびつなので成形をしましたこれが電池それからこれが未知抵抗でその抵抗値が U と与えられていますねそれからこれが電圧計とこれが電流計になりますそれぞれ内部抵抗は T と S と書いてあります そして注意してほしいのはこの電源の起電力は与えられていないということそれから、えー、今回ですねこれが今それぞれの読み値を電圧計は VA 電流計は IA だとしようでこの掛け算でこの消費電力としたいわけだよね。しかしそこに誤差があるのでこれからその誤差の評価をしたいんですね。 具体的には相対誤差というものがどのくらいになるかというのを与えられたこの抵抗値でで計算を進めたいですで。そのためには Ia と Va を消去する必要があるのでいつものですね法則を使って消去できる準備をしますまず電流の向きのの予測をしまししまょう。これは異論がないね。そして、えー、電流の強さなんですけれどもいつもだともう全く知りませんということで3つを設定しますが。 今回この機械が図ってますよねこの電流は IA と測定されていますそれからこの電流は測定値 v ーを使ってかけるね T 分の v ーなんですねでそうするとここに関してはですね電流速を使ってこうかけるものになりますでこれ最も素直な考え方としてはねこの起電力与えられてませんが E ボルトと仮定をして でそうすると回路も解析をすることで IAVA を実は求めることができる。E で表すことができるんですね。でそれを準備して、あとはその相対誤差の評価の時に IAVA を消去する。ということでもできなくはないんだけど、結構やってみるとね、無駄な作業がいっぱい出てきちゃうんですね。で、計算も重くなるしね。で、実はこれ IAVA を消すだけでいいので IAVA の関係式さえあればいいです。 それが一番効率的な考え方で,でそれはですね、えー、この部分の電圧則を適用することで得られますいいかなまずこちらの電圧は VA なんですねでこちらの電圧はこれと電流値をかけたものになりますこれであとは整理をすると IAVA の関係式が作れましたこれだけあればこの問題に関しては十分ですあとは相対誤差を評価してみましょうまず、 確認をするとそれぞれの読み値がでしたよ、ね、でこの掛け算をこいつの消費電力としたいんだけれどもこれは実は測そこでじゃ真の値というのは、まあ、適当な文字を使ってどう表せるかなというのを考えると例えばですね U× この電流の2乗と書き出すことができるね RI 次乗ただちょっと重いね。 そこで、えー、気が付いた人はですねこの電圧も VA なんだよね電圧の法則でねでそうするとここのです、ね、消費電力というのは U 分の v a 二乗と掛けて比較的シンプルに表せますよねこちらの方がおすすめですこの測定値と真のの値差差が誤差と呼ばれますとここで必ず突っ込まれるのは「えー、先生僕は u るこの2乗と書き出したくなっちゃうんですけどね」と。 そそれはそれはでで構わないんですよあとは適当なですね式を使ってとにかく整理していけば結果は一緒になるんですただ作業が増えるというだけなんですねだからなるだけシンプルな表現がいいんです、えー、ここの真の消費電力はこれが一番シンプルな形なんですねでこれをですね真の値で割ってで、えー、この誤差ねマイナスになる可能性もあるので絶対値をつけたものですねこれを相対誤差というのかでは言います この相対誤差が小さければ小さいほど測定に向いてるんですね。確認をすると、この分子が誤差ですね。それを真の値で割ったものが相対誤差です。まあ、したがってこう書き換えて覚えても構いません。どちらでもいいんですけれども、さあこの計算を進めていきましょう。こちらの回路の相対誤差を EA と書くことにします。といくらかなというと、まず形を整えて、そして IAVA を消したかったんですね。抵抗だけの表現にしたいんです。 それでこれが活躍するわけ。いいかなさっき言ったように IA、VA それぞれ求めて代入して消すこともできるんですよ。しかし作業が多くなりますからね。えー、この関係式さえあれば十分なんです。で代入します。はい。そして整理をします。これがこちらの回路 A の相対誤差ということになります。でもちろんこの相対誤差はゼロが理想なんですね。これをゼロにするためには、そうですね。 この電圧計電流計の内部抵抗で言えば t これが無限大であればいいよねそうすると相対誤差0すなわち IFA は真値を与えてくれると、まあ、同様にですね今度は b の回路の相対誤差を考えることにします回路図はやはりこういうふうに整形をしましょうこれが電圧計これが電流計ですねそしてそれぞれのですね読み値今回 vbib としますこの積で 消費電力を測定したいと考えているわけですね。さあこの IBVB この相対誤差をですね評価するときにやはりこれ消去しなきゃいけないですね。で同様にですね IBVB の関係さえ作っておけば十分です。まず電流の流れを予想してあげます。そしてこの電流値全く不明ではなくて今回測定値がありますからねこれは IB と書けますね。それからここの電流は T 分の VB とかけますね。そしてここは電流速でこの和ということになります。あとは電圧の法則で IBVB の関係を一つだけ作っておきます。ルートはもちろんここですね。これ不明だからここを通らないルートを選択してください。そうすると上って下りて下りますね。はい。これで関係が作れました。あとは相対誤差を計算をしてみます。まず測定値は IBVB の積なわけですねじゃあこの真の電力はっていうと適当な文字を使ってかつ最もシンプルに表現するとなれば今回は UIB 二乗ということになりますいいかな一番シンプルな形がおすすすめですそうするとこの差を取ったものが誤差これを真の値で割ってそして絶対値をつけるとこの回路の相対誤差になりますねあとは形を一旦整理をして IBVB を消去しますで形を整えるこれがですねやはりこれもゼロが理想なんですけれども、えー、電流計電圧計の内部抵抗で理想を実現するためには S がゼロであればいいですね。はい、以上で結果を並べてみるとこちらが A 回路の相対誤差こちらが B 回路の相対誤差ですね。 そして問題の要求は消費電力の測定として A の方が向いているのは U がどんな場合ですかと言っていますから A の相対誤差が B の相対誤差よりも小さければいいですね。でこれを U に関して解き直します。すなわちこの未知抵抗の抵抗値がルート ST よりも小さければ A で消費電力を測った方がより正確な値を知ることができますよということになります。 逆に、えーまあ、抵抗値が大きな抵抗体の消費電力を測るんであれば B の方がいいと,いうことで,すでね、えー、とこれはですね消費電力の測定として A が向いてるか B が向いてるかという、まあ、考察をしたんですけれどもちょっと面倒な問題にする場合もあるんですよ。それは、えー、今度はですねその場合 A の方がより正確な値になりますか B の方がより優れていますか、まあ、そういう問いかけをする入試問題もあったんですね。ちょっと考えてみようか。例えばですね、この U の測定というのはこいつにかかる電圧 V とそれからこいつに流れる電流 I を測定をして I 分の V は電圧計で I は電流計で測ろうということで、まあ、この A もしくは B の接続をするわけだけれども 例えばこちらの IA 分の VA はやはり正確な U は与えないしこちらの IB 分の VB も実は U をですね正確に与えてくれない誤差を含んでるわけですねそこでちょっと相対誤差を計算してみようとこの場合にも作業は何も変わりません具体的にはですね出圧速を使って IAVA の関係式を作っておく B の場合にも IBVB の関係式を作っておいてくださいここまでは一緒なんですね そして A 回路の相対誤差を考えてみることにしよう。でそれは測定値は IAVA なわけですねで。真の値は当然 U なわけですね。ということは、えー、この計算式が A の回路の相対誤差になります。そしてこの IA 分の VA をこいつで消去します。こうなるね。で形を整える。ですね。一方 B の回路の相対誤差は 測定値が IB 分の VB。真の値は U ですからね。これが与えます。で先ほどのこの式で IBVB を消去します。はい。で、形を整えます。これが B 回路の相対誤差。そして、えー、抵抗値の測定として A の方が優れている場合というのは、この不等式を満たす場合ですね。これを U に関して整理をして解きます。 今回こんんなな結果になるんですねで一般的にこの電流計と電圧計の内部抵抗を比べると大きな差がありましたよね。電圧系の内部抵抗はかなり大きいとそうするとこの場合こちらの右辺はですね近似することができておよそ √ST に落ちますだから抵抗の測定にしてもあるいは消費電力の測定にしてもこの条件を満たしている場合すなわち この未知抵抗体の抵抗値が比較的数値が小さい場合に関してはこちらの A の接続をして測った方がより誤差が少なくて済むということが分かります。